リー、ここにいたのか。ロイド、改めて言うのもなんだけど、大変なことになったよな、市内にいる人たち。そうね。エリー、マクダイル市長なら大丈夫だ。警備隊を操る黒幕にも市長を害するメリットはないさ。なんとかこの事態を打破して市長たちを解放しよう。ロイド、うん、ありがとう。そうよね、おじい様は何度も紛争を経験されている。この程度の危機くらいなんとか切り抜けられるはずよね。なあ、あの人なら絶対に大丈夫さ。ああ、なんであなたはそんな風に私のことが分かっちゃうのかしら。な、考えてみれば不公平よね。私はもういろいろなものをあなたにさらけ出してしまった。なのにあなたの方は、ね、エリー。ねえロイド、お兄さんの背中少しは近づいてきた？多分あなたはお兄さんの背中をずっと追い続けてきたのよね。あなたがよく言っている壁という言葉、あれはひょっとしてお兄さん自身のことを指してもいるんじゃないかしら。ああ、多分そうだと思う。昔からさ、兄貴は俺のヒーローだったんだ。どんな逆境にもめげずに何でもやり遂げるすごいやつだけど、3年前いきなりその背中がなくなって途方に暮れてしまって、多分俺は逃げたんだと思う。だって俺は兄貴みたいになれる自信がなかったから。兄貴みたいにいろんなものを守れる自信がなかったから、だから知らない町へ逃げ出したんだ。でもあなたはクロスベルに戻ってきた。それはどうして？やっぱりこの町が好きだったからかな。兄貴やセシルね、一緒に過ごした友人たち、他の町で暮らしていてもやっぱりそれは俺の一部で、だから俺は無理して警察学校のうちに捜査官資格を取ったんだと思う。少しでも兄貴に追いつけないと、兄貴の代わりになれないと、クロスベルに戻ってくる資格はないと思ったから。でもそれで本当に捜査官資格を取るんだもの。お兄さんに負けないくらい素質はあったのでしょ？いや、白状するとそれもズルしたようなものさ。何せ規格外ではあるけど、捜査官としては一流の人間をずっと見てきたから。兄貴だったらどうするだろう。兄貴だったら絶対に諦めない、そう自分に言い聞かせて俺はなんとかやってこれたと思う。でもそれは俺自身として最近になってやっと気づけた気がするんだ。兄貴の背中を追い続けるだけじゃ本当の意味で強くはなれないってね。それに気づけるのにどれだけかかってるんだよって話なんだけど。ロイド、エリー。ねえロイド、私はガイさんを、でも一つ言えることがあるわ。今まで私たちを引っ張っていってくれたのは他ならぬあなた自身だってこと。いつだってあなたは私たちを導いてくれた。この灰色の街で迷うだけだった私やティオちゃんや多分ランディも、優しくてひたむきで肝心なところでは鈍いけど、でもやっぱり
大切な時にはそばにいてくれて、一緒に答えを探してくれる、そんなあなたがいてくれたから私たちはここまでたどり着けた。ガイさんでも他の誰でもなく、あなただからできたことよ。だから私はこの町であなたに出会えた幸運を幼い頃に日曜学校で出会っていればもっと良かった、そんな虐待もないことを考えてしまうくらいに。エリー、自信を持って。ロイド・バニングス、お兄さんに憧れているところも、自分自身であろうとあがくところも、全てがあなただから。そんなあなたが私たちは、私は好きだから。だからあなたはあなたであるだけでいい、エリー。ビル内に残っている皆様に、もし非常時につき、これより一部フロアの照明を落とさせていただきます。また保安上の理由から、エントランス以外の非常口は全て閉鎖させていただきます。どうかご理解の上、火元などにはくれぐれもお気をつけくださるようお願い申し上げます。私ベルのところに戻るわね。何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。ああ、俺も今のうちに補給と装備の確認をしてくるよ。また後でな。え、そのさっきの続きは全部解決した後にでも。なんでもない。それじゃあまた後でね。エリー、柔らかかったな。それにいい匂いがして、はあ、あともう少しで。じゃなくて、俺は俺自身であるだけでいいか。少し前ならそんな風に言われても逆に迷った気がするけど、でも今は不思議と納得できる気がする。ありがとう、エリ。
特務支援課ロイド・バニングスです。ああ私だ。すまない、警察本部からの連絡あたりと勘違いさせたかな。いえ、もしかしてどこかと連絡が取れたのでしょうか。いや、残念ながらまだだ。実はゲート前の警備員から気になる報告があってね。休憩中に悪いが、私の部屋まで来てくれないだろうか。わかりました、すぐに伺います。警備員からの報告、嫌な感じがするな。一応装備だけでもちゃんと確認しておこう。失礼します。ロイド。おお、来てくれたか。一体何があったんですか。ああ、警備隊の隊員が2人ほどゲート前に来たらしい。それで？今のところ攻撃することもなく、まあ特殊合金製のゲートですから突破も難しいでしょうけど。そうですか、俺たちがここにいるとバレた可能性は高そうだな。失礼します。ディオ、ランディ。何でも警備隊員がゲート前に来たらしいな。ああ、今のところ私だ。何？何だと。どうしたんだ。嫌な予感がするわね。ゲート前の警備隊員が妙なことをし始めたらしい。円筒状の装置のようなものを設置しているとのことだが。まさか指向性の動力爆弾か。なんだそれは。軍隊で使われている破壊工作用の動力爆弾だ。特殊合金製のゲートでもさすがに持たないかと。そんなそんなものが。操られているくせに知恵が回りますわね。仕方ない、ランディ、撃って出よう。ああ、それしかなさそうだな。ロイド君、あなたたち、無駄死にをするつもり？いや、その動力爆弾の設置を。そのまま小競り合いになっちまう気はしますけど。もちろん、私たちも行くわよ。メンバーとして当然です。なあ、サポートは頼んだ。エリー、ティオさん。これが私の仕事だから心配ご無用です。無論、俺たちも無駄死にするつもりはありません。警察本部か副司令の部隊か、応援が来るまでの辛抱ですから。ゲート前なら地形のりもある。ま、俺たちに任せてくださいよ。分かった。エイドスの加護、くれぐれも気をつけたまえ。ちょいとお仕事でな。キアもついてていい？
ダメダメ、子供はもう寝る時間だろ。しずくちゃんだってちゃんと寝てるんだから。しずくちゃん、起こしちまったか。ごめんなさい。いや、うるさくしてごめんな。マリアベルさん、二人のことを頼みます。ちゃんと寝かせておいてください。ええ、わかりましたわ。さあ、二人ともココアでも入れてあげますわ。暖かくしておやすみなさい。絶対に守らないとね。はい。一応言っておくが、クロスベル警備隊は精鋭だ。操られているとはいえ、薬の影響もバカにはならん。多分今までで一番厳しい戦いが待ってるはず。ああ、分かってる。俺たちのチームワークが試されるってことだな。まずは動力爆弾の撤去、そのままゲート前で隊員たちの突入を阻止する。エイドスの加護、くれぐれも気をつけてくれ。はい。させるか。はい。敵出現、めんどくさいです。よし、それ私の番です。へい。おっしゃ。エニグマ駆動、行くぞ。セッハロやあ。任せて。行くぜ。俺の番だな。さてと、へい。さてと、た。よし。
エニグマ、駆動。サタカ、そこ！それ！よっしゃ！ぜい！任せてくれ！エニグマ、駆動。ありがとう。私の番です。エニグマ駆動。サンクス。ええ、そこ。さあ、甘いってろ。おお、やるじゃねえか。よし、油断すんな。すぐ次が来るぞ。まだ爆弾は起動前です。中に運び込んで解体してしまってください。任せとけ。運び込むぞ。ひえー、来たか。食い止めるぞ。みんな気をつけて。私の番ね。私の番です。そこです。お返しです。さてと、行くわよ。食らいなさい。俺の番だな。させるか。俺の番だな。はい。ドライブ開始。ドライブ開始。よし。よし、これで第二波、来ます。
し、上げていこうぜ。はい、任せてくれ。セット任せて。はい、さてと、そこです。行くぜ。行きます。そこです。お返しです。任せろ。俺の番だな。やっはっ。任せろ。はっ。私の番です。パー。お返しです。さてと、キャッチ。お返しよ。俺の番だな。任せろ。私の番ね。やっ。さてと、パー。俺の番だな。セット。俺の番だな。中に入ろうにも、こういう矢継ぎ早に来られたら。ゲートを閉める時間を何とか稼がないと。ガビン殿の報告から判断して、今回はおとなしく引っ込んでいるしかなさそうでしたね。存外面白いものが見られそうです。ですが、そうさま、あのままではいずれここで倒れてしまうのであれば、彼らの所詮、ほら、次が来ましたね。敵接近、狙い撃つわ。俺の番だな。エニクマ、駆動。よっしゃ、追うなよ。エニグマ駆動。それ助かりました。はい、ドライブ開始。ありがとう。任せてくれ。させるか。
私の番ね。行くわよ。食らいなさい。お返しです。私の番です。タワー、俺の番だな。やっ、ディア、俺の番だな。私の番ね。やっ、この勢いで攻め込まれたら、ケイトもおそらく。なあ、ここで食い止めるしかない。グレイス先輩、一体何が起こってるんですか。いいから取りまくりなさい。それがペンとカメラしか武器のない私たちができる唯一の戦いよ。はい。ロードランたち、きっとすごい記事にしてみせるわ。だから絶対に生き延びて、自分たちの活躍を読んでちょうだい。みんな気をつけて。行くぞ。エニグマ駆動、行きます。エニグマ駆動、俺の番だな。ほらよ。よし。えっ、やっ、今のはミレイユ中尉。そんな、あの人まで。あ、ファンディさん。クソが、ふざけやがって。おお、やれ、頑張るね。しかし、このままだとギリアスのおっさんの狙い通りになっちまう。どう、あっち、次で終わりかもな。まっ、かかってきやがれ。よし、はあ、任せてくれ。ほらよ。
番付けろ。私の番です。エニグマ駆動。数が多すぎるぜ。なかなか頑張ったようだね。ロギンス、なんでお前が。ああ、ランディ君、勘違いしないでほしいな。僕は君の元同僚ではない。彼の体を借りてこうして話しかけているだけさ。その口調、まさか。ヨアヒム先生。正解だ。僕からの招待状は目を通してくれたようだね。アーネスト君も一応役に立ってくれたというわけだ。てめえ、一体何のつもりですか。こんなことをしでかしてクロスベル全土を混乱に陥れて。あなたはDG 教団は一体何をするつもりなんだ。それが知りたいのであれば僕らの仲間になってもらうしかないな。グノーシスを服用してもらえればその境地へと導かせてもらうよ。ふざけないでください。あなたがあんなひどいこと。別に各ロッチの儀式は僕がやったことではないけれどね。無論グノーシスのプロトタイプの実験データは回収させてもらったよ。そのデータをもとにこの古の聖地で僕はグノーシスを完成させた。そう、全ては運命だったのさ。あんた何を口走ってやがる。至らぬ身である君たちに理解してもらうつもりはない。我々の要求はただ一つ、あの方をキーヤ様を返してもらうというだけだ。あの方、キーヤ様って。あんた、あの子をどうするつもりだ。勘違いしないでもらおう。キーヤ様はもともとその身を君たちが預かったのはただの偶然に過ぎない。あの方にはただあるべき場所に帰っていただくというだけさ。ふざけるな。あんたらの狂心にあの子を巻き込ませるものか。さっきから聞いていれば妄想めいたことばかり。てめえみたいな変態野郎のもとに希望を戻せるわけねえだろうが。おととい来やがれ。やれやれ、交渉は決裂か。ならば君たちの屍を越えてキーヤ様をお迎えさせてもらおう。
上等じゃねえか。君たちの女神への祈りは済ませたかな。それでは。ダメ。キア。そんな。おお、キア様。ロイドたちをいじめちゃダメ。いじめたらキア絶対に許さないんだから。キモ、いいから下がってろ。前に出てはダメです。キーヤ様、お迎えに上がりました。そのような愚物どもなど放って我らの元にお戻りください。今は何もわからないでしょうが、あなたは我らの。いいから早く約束しなさい。ロイドたちにこれ以上ひどいことしないって。キーヤちゃん。それでこそ我らの巫女だ。かしこまりました。キーヤ様さえお戻りになれば。本当にひどいことしたりしない？ええ、もちろんですとも。さあどうぞこちらへ。ダメだ。ロイド。キーヤ、暗いのが怖いんだろ。俺たちから離れるのが寂しくて嫌なんだろ。だったらこんな奴の言うことなんて聞いたらダメだ。でもキーヤ、記憶がないし、誰なのかもわからないし、ロイドたちに迷惑かけるなら一緒に。なんて迷惑なんかじゃない。俺たちの方こそキーヤにそばにいてほしいんだ。多分私たちはあなたがいてくれたおかげで本当の意味で成長できたと思う。あなたを見守る、そのことにそれぞれが求める意味を見出すことによって。はい、何のために生きているのかわからない私ですけど、みんなとキーヤを守るためなら何だってできる気がします。だからキーボー、余計なことは気にすんじゃねえ。お前はのんきに笑いながらすくすく育っていけばいいんだ。それだけで俺たちはパワーをもらえてるんだからよ。エリー、ティオ、ランディ。サイトも。俺たちは捜査官だ。過去や記憶が気になるんだったら俺たちが一緒に取り戻してやる。少なくともこんな奴の言いなりになる必要はないんだ。だからキーヤ、行かないでくれ。ロイド。キーヤ、みんなと一緒にいる。そっか。キーヤちゃん。よくもそんな妄言で我らの巫女をたぶらかしたものだ。様子見に預けておいたのがそもそもの誤りだったわけか。特務支援か。でも少し休めました。キーヤ、下がっていろ。せめてキーボーだけでもゲートの中に。その必要はない。あなたは。八王一刀流二の方ハヤテ。アリオさん。風の牽制。おいおい、すげえタイミングだな。狙ってたみたいです。そんなつもりはなかったが、ちなみに来たのは俺だけではないぞ。け、先を越されたか。さすがに俺も年だな。あ、
ダドリーさんも。貴様らかっこつけすぎだろ。お二人ともよくご無事で。幸いいいタイミングでアリウスと合流できてな。思わぬ火星もあったからこうしてたどり着けたわけだ。思わぬ火星？あれは。やれやれ、完全に操られてるみたいだね。うらくらやれ。はあ、大したことねえじゃねえか。このバルド様の力にかかりゃ警備隊なんぞ。なんだこいつら。だから言っただろう、薬を決めてタフになってるって。行方不明になった君のところのディーノ君と同じさ。ちっ、そういうことか。どうやら落とし前をつける必要がありそうだな。てめえら始めるぞ。うっこちらも聖戦の準備を。やあ、準備完了。いつでもいいぞ。それでは聖戦を始めよう。暴れるにはちょうどいい夜だ。てめえら一人残らず叩きのめして踏んじばれ。ああ、あいつら。しかも結構押してます。プロ相手にやるじゃねえか。不良ごときがどうして。さっきまで通信がつながらなかったのに。はい、こちら特務支援課。よかった、ロイドさん無事でしたか。警備隊に追われてるって聞いてどうなったのかと。フラン無事だったのか。はい、こちらも反撃に転じました。それと遊撃士たちが破壊された通信ターミナルを復旧してくれたらしくて、限定的ではありますが動力通信が回復できました。そうか。はっ、復旧できたのは僕の情報のおかげだけどな。その声は。ああ、天才ヨナ様さ。ついでに IBC と協力して動力ネットも回復してやったぜ。ありがたく思えよな。オンに切るよ。現在警官隊がそちらに応援に向かっています。それとお姉ちゃんたちへの連絡はこちらでも試してみます。ロイドさん、どうか気をつけて。せいぜい死ぬなよな。ああ、バカな。そういうことだ。 DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、これ以上このクロスベルで好き勝手な真似はさせんぞ。いいだろう、こちらの戦力はマフィアと合わせて1000名近く。しかも無尽蔵の体力を持ち眠る必要すらない。歯向かう者は皆殺しにした上で我らが巫女を取り戻してくれる。楽しみにしてるがいい。完全に気絶したか。今のはどうやら全く別の場所から操っていたみたいですね。しかもかなり離れた場所かもしれません。もしかしてそこから警備隊全員を操って。ちっ、ヨアヒム本人を叩かない限り。と、居場所は判明している。エステルとヨシュアが教団のロッジを発見した。場所はクロスベル北東にあるアルモリカ古戦場。そこに行方不明者たちが入った痕跡を発見したそうだ。ちょうど今潜入経路を調べてもらっている。古戦場、あんな場所に。確かに何かありそうな遺跡でしたけど、
だったらそっちを叩けば。そう単純な話じゃない。どうやら東クロスベル街道にも相当な戦力が展開しているようだ。主にマフィアどもらしいがな。いずれにしてもこちらの戦力が限られている以上、闇雲に突っ込むわけにもいかん。せめて足さえあればなんとかなるかもしれんが、あいにく警察の車両はあらかた警備隊に奪われてしまったようだ。徹底していますね。それは私がなんとかしよう。ディータ総裁。あ、雫に出る。皆さん、しかしキーヤちゃん、無茶をしてくれますわね。そうだよ、いきなり走っていくから。あんまり無茶しないで。ごめんなさい。しずく、無事で何よりだ。お父さんも。はじめまして、特務支援課のセルゲイです。それで何とかできるというのは？ガレージに私のリムジンがある。防弾だし、かなりの速度だから強行突破にはうってつけだろう。おお、確かにそれなら。ならば乗り込むメンバーを選ぶ必要がありそうですね。ここの守りも必要でしょうし、私の他には。いえ、どうかここは俺たちに行かせてもらえませんか？何？いきなり何を？ヨアヒムの狙いはおそらくキーヤただ一人です。キーヤを奪われたら、その時点で逆に言えばキーヤを守り抜いて彼を逮捕できれば。その意味じゃこのビルは絶対に守りきる必要がある。確実な戦力を残すべきだぜ。おそらくアリオスさんが残ればここは鉄壁の守りになるはず。課長たちと警官隊の応援があれば完全に死角もなくなるかと。なるほどな。理屈はわかるが。ダメだな。肝心なことを忘れているぞ。お前らの中で車の運転ができるやつはいないだろうが。そういえばならばここは私が。いや、お前には警官隊の指揮とアリオスのサポートを頼む。ここは俺が行かせてもらおう。え？課長、車の運転なんてできたのかよ。これでも警察学校じゃ車両運転の教官も兼任していた。ま、任せておけ。意外な経歴ですね。助かります。どうかよろしくお願いします。ロイドたち行っちゃうの？ああ、でも大丈夫だ。絶対にキーアのところにみんなで戻ってくるからさ。ええ、もちろんよ。戻ってきたらまた料理を手伝ってちょうだいね。確かにキーアが手伝ってくれたら。だったらいっそ派手にパーティーでもやろうぜ。知ってる連中全員支援課に集めまくってよ。それもいいな。キーア、本当は心細かったんだな。昔のことを覚えてなくて、自分が誰かも分からなくてごめんな。気づいてやれなくて。ライド、なんだかちょっとずつ胸がモヤモヤしてきちゃって。でもライドたちがいてくれて、だから絶対に無事に戻ってきて。ああ、約束だ。わわ、大変でしたね。
ょう。まさかあんな簡単に突破できてしまうなんてちょっと驚きです。ま、半年くらい乗ってなかったがなんとかなるもんだな。よし、このまま飛ばしてアルモリカ鼓動に出るぞ。お願いします。サイト、なんだ。後方から車両が接近。警備隊の新型車両です。何？しやがって。とにかく振り切るしかない。お前らしっかり捕まって。課長大丈夫ですか？心配ない、かすり傷だ。しかし止血しねえとヤバいぞ。後方からもう一台車両が接近。そんな課長、もう停車してください。早く手当てをしないと。いいからしっかり捕まっていろ。お前ら若い連中の道を開くのが絶対に送り届けてやる。課長、この隠れ熱血親父が。もう一台の車両は新型車両ではありません。ノエルさんの警備隊車両です。総長、来てくれたのね。さすが警備隊若手の本部だぜ。聞こえますか？ノエルシーカーです。ああ、聞こえている。ソーニャの秘蔵子か。正直助かったぞ。どういたしまして。もう一台をこちらが相手をしておきます。そのまま行ってください。ああ、そちらも気をつけてくれ。古戦場、まさかここが教団の残党が潜むロッジだったなんて。来たわね。エステル、ヨシア。よう、お疲れさんだったな。そちらこそ大変だったみたいですね。詳しい話は先ほど通信でアリオスさんから聞きました。私たちもさっきやっとそこの入り口を開いたばかりよ。閉じていた扉が
変な仕掛けがあって開くのに手間取っちゃった。でもこれで連中の拠点に潜入することができるわ。本当に助かったよ。俺たちはこのまま首謀者を逮捕しに行くけれど、君たちの方はどうする？もちって、そのためにここで待ってたんだし。失踪者も救出する必要があるし、助太刀させてもらうよ。ありがとう。君たちがいたら100人に来た。そうだ、君たちに伝言があったんだ。そうか。やっぱりレンちゃんを捕まえる最後のチャンスをあげる。一体どういう意味なのかしら。うん、多分レンは私たちがあの子の全てを受け止められるか。そのためにはかつてあの子を襲った悲劇の一端を担っていた人物、彼から全ての真実を聞き出す必要がありそうだ。そうか。私も改めて、なぜあんな実験をしたのか、どうしてこの地に落ち延びてグノーシスを完成させたのか、そしてキーヤの正体と彼女に何をするつもりなのか。そうね、締め上げることはどの道確定未定だな。なあ、確実に逮捕しよう。操られた警備隊を解放してキーヤの安全を確保するためにも。行くのか。課長、止血したばかりなんですから、あまり動かないでください。さすがにこの足でついていくつもりはねえさ。だがせめてここで見送るくらいはさせろ。一人前になりかけの部下どもを見送るくらいはな。課長、たくかっこつけすぎだぜ。それが親父の特権ってやつだ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、着任して4ヶ月余り、お前らもそれなりに成長した。無事この件にケリをつけたら晴れて一人前として認めてやる。だから絶対に無事に戻ってこい。はい、わかりました。了解です。イエスサと同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことはあの得体の知れない化け物どもが入って。やるやる、ゾッとしない話だぜ。私たちも前に似たような不思議な場所を探索したことがあるわ。正直どんな魔物が現れても不思議じゃないだろう。万全の体制で臨んだ方がいい。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。うん。